それで朝鮮半島は常に、時代主義って言いますよね。事の大きいって書く。これはですね、勝った側につくということですよね。いつも強い方の味方をする。これが習い性と言いますか、文化に入ってる。だから今韓国人が日本に対していろいろ反日の文句を言うのは、日本は負けたんだから悪かったってことなんですね。で、負けたのは、でも日本は韓国に負けたわけでもなく、中国に負けたわけでもなく、アメリカに負けたんですけれど、それでもその中国式の歴史から言いますと、天命を失った、だから悪いわけです。この善悪とその出来事が直結してる。これも日本人はやっぱり同じに見えててすごく違うと思いません？日本人っていうのはもう少し大人で、その物事っていうのは、その善悪、いろんなジャンルがある、レベルがあるよって思ってますよね。だから日本が韓国で悪いことばっかりしたから負けたって、なんていうの、単純な話はないでしょう。それはやっぱり歴史じゃないんです。これもやっぱりイデオロギーに過ぎないんですね。だから日本人がその言うことを全部そのまま真に受けないっていうのが一番大事なことです。朝鮮半島の、北朝鮮も韓国も日本が負けた後でできた国でしょ。中華人民共和国だって日本が負けた後でできた国でしょ。実は日本がたくさんの近代化をして、日本の教育を受けた人たちが作った国なんです。けれども、彼らのナショナリズムは日本に遅れて始まったので、だから自分たち韓国人、朝鮮人って思う時には、日本人に対抗して民族を形成する。だから大きなものに対しては文句ばっかり言うと。これも日本が学んでおきたいことだと私は思います。現在の韓国も、とにかく100年前の日韓併合以来の日本のしたことを全部悪かったって言いますよね。善悪二元論でもありますけれども。で、韓国、朝鮮は日本だった時代、日本は本当にたくさん投資をして自分たちが出ていって、それまでの韓国は色もなくですよ、染料を買うお金もなかったんで、みんな本当に真っ白な服を着ていた。それから車もなかった。非常に貧しい土地だったんですね。それはもう100年前というのは記録がいろいろありまして、ヨーロッパ人の観察した記録とか証拠がいっぱいあるんです。それで日本が韓国を朝鮮半島を近代化するということに世界中がゴーサインを出した。もうみんな嫌だった。アメリカも嫌だと。で、日本人がやるんだったらみんなが認めると言って、日本は韓国を自分の領土、あるいは勢力圏に入れて、で本気になって日本のような国にしようとした。だから併合っていうのは、アネクゼーションは植民地化をして収奪をして取ったんではなくて、韓国を日本にしたわけですね。だから韓国、朝鮮人は日本人になって、たくさんの人が現在の中国東北三省、つまり満州にも渡ったし、日本にも入ってきて日本人になってしまった。もう本当に心から日本人になった人もいますし、その中国で成功した人もいる。たくさんの人たちがそうやって外に出たわけです。ところが、もう本当に韓国、今日本に対して文句しか言わないし、悪いことしかしなかった。日本人は嫌いだ、悪いことばっかりした。それで日本の若い人がまたそれを真に受けまして、日本は韓国に対して本当に悪いことしたと思ってます。なんでって思いますが、つまりこれは韓国人の歴史観に関係するわけです。韓国人にとっては歴史というのは、こうあるべき、こうあってほしかった、こうある方が今の私たちにとっていいと。つまりは中国式の歴史観をもっとラディカルに、もっと先鋭にしたと思っています。これはどんな思想でも僻地に行った方がよりラディカルに、より先鋭になるんですね。だから朝鮮半島、韓国人は人間としたら中国人よりウェットで日本人の友達になりやすいかもしれないけれど、こと歴史観に関しては全く中国式よりもっと現実性がないと言えます。韓国のテレビドラマで
チャングムの誓いからあと歴史ものが大流行りして、で、ね、だん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 本当の歴史から遠ざかってるんですよ。チャングムの誓いはまだそれでもですね、時代交渉がそんなにひどくは離れてなかったんですが、それでもね、あのドラマは一行だけがチャングムという女医がいたってだけが真実、史実で、後の話は全部フィクションなんですね。で、宮廷の料理競争というのは脚本家がばらしてますけれど、日本の料理漫画に模範を取ったと、面白そうだから使った。それから、まず女官がですね、外に自由に出られるっていうのも史実じゃないしと、まあ、こういうことはいろいろありましたけれども、それでも、まあ、服装なんかに関してはあんまりひどくは離れなかった。ところがその後の高句麗の始祖チュモンになりますと、もう鎧兜がもう非常に立派で、まさかっていうような色がいっぱいある。それからですね、ファンジニ、キーセンの物語で本当に美人がいっぱい出てきて素晴らしいんですが、これがもうあの色にあふれていること、あんなに綺麗な豪華な衣装や髪飾りや屏風や、それはもうあの時代には全く存在しなかったもんだし、それからですね、あの柄物のチマチョゴリ、これがもう全くの史実じゃない。朝鮮半島韓国の人にとって柄物っていうのは日本人という意味で、日本人は男も女もあの色柄のある服を着ていたので大変嫌って、日韓併合でやっと染料、安い化学染料が入って、とっても嬉しかった韓国人はもうキース、あのチマチョゴリをたくさんの色を使うようになって、これから色が入ってくるんですが、それでも全部単色無地が韓国のお洋服の基本だったんですね。ついこの間までそうです。だからもうこの頃歴史ドラマはなんだかだんだんに見るのが疲れてきて、あまりにもですねどんどん離れていくんです。時代考証という考えも日本とは全然違う。で、韓国ドラマ面白いですけれども、日本人はそのことを、ちょっと留意して、あの通りの歴史だったんだな、昔の韓国があんなに立派だったのにやっぱり日本は悪いことしたなんて思わないようにして見ていただきたいなと思います。では次に、歴史観とややずれるんですが、実は歴史観に大変関係がある、中国にコピー商品が氾濫するのはなぜ。これも中国人の文化と非常に深いつながりがある。中国は前に付き合い方でお話ししました漢字、漢字に類ができたのが1918年。それまで漢字というのは読み方もわからない、先生が読んだ通りにしか読めないというものだった。それでですね、漢字を勉強できる人がまず1割しかいない。言葉や漢字は自分に遠く離れたものである。だから人に何か伝えるときにですね、新しく自分が作り出した言葉というのは何の役にも立たないんです。つまり漢字はまず漢字を勉強した人同士の間のコミュニケーション手段だ。で、漢字を勉強した人たちは何を勉強しているかっていうと、孔子様の論語とか昔の古典を読んで漢字を覚えてるわけ。そうするとですね、古典にある漢字を並べて並べ替えて人に見せたら、みんな大体古典を知ってる人たちが、あれは多分こういう意味だろうな、そういうふうにして人に自分の考えを伝えるしかない。そうしますとね、まず、古典にあったことを引用してから、これに似たことでこういうことがあるというふうに言う。で、古典にないことは意味のないことだ。つまりは、自分の外側、あるいはもうすでにあるものを持ってくるというのが中国で、知識人のする、あるいは立派なことなんです。